もしもし。あ、もしもし。あ、もしもし。あ、すいません、遅くに。あ、全然大丈夫ですか。セイジと言います。あ、誠司さんですね。はい。よろしくお願いします。よよろしくお願いします。ろしくお願いします。はい、突なん然か、すいません。あ、全然大丈夫ですよ。はい。まあ、僕、定時しかできないですけど、はいはい。言ったらやってることと、今、どういうふうに、どんなことをしてるかっていう、提示しかできないですけど、はいはい。ちまなみに何てお呼びしたらいいですか？あ、僕、カイトで大丈夫ですよ。あ、カイトさん、はいはい。はい。はい。よろしくお願いしまよろしくおす。願いします。どんなことをやられてるんですか、カイトさん。今、僕、学生なんですよ。あ、学生なんですね。はい。今、二十歳で、はいはい。学生でして、はい。で、学生で、じゃあ、今、大学通ってるんですけど、はい。通ってて、なんかじゃあ、大学の勉強が社会につながるかっつったら、つながらないと思ってて、僕は。ほう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 。で、じゃあ、なんか、今、大学のうちに、他のことを学べることがないかなって言って、はい。始めたのがアフィリエイトなんですよ。アフィリエイト。って、わかります？アフィリエイト、なんとなくわかります。ブログとかで商品購入したら、そのブロガーの人に入るってやつですよね、お金が。うんうん。がきっかけだったんですよ、一番最初僕がやったのは。はいはい。で、そこからいろんな、経営者の方とか、言ったらビジネスの、まあ、トップの方とかと、まあ、いろいろお会いして、はい。今回、ここまで来れたなっていうのはあって、で、今へえ。やってることというのは、はい。変えたら金の授業、片方の方は金の授業で、はいはい。金鉱山を、に投資するっていう。で、この金15鉱年後山。にはい金はい。が、まあ、掘り起こされる、掘り起こされるじゃない、金鉱山を、発掘するはい作業をはい。終了するんですよね。まあ、はい。するかどうかっていうのは分かんないですけど、するっていうのは決まってるらしいんですけど、まあ、それでしたところで金の価値が上がるか下がるかって言ったら分かんないですけど、大体経験上でその会社が、はい。はい。なんだ、今、あと15年後ぐらいに、金の価値が上がるっていうのを予測した上で、今、投資をしようっていうことで、金事業に、今、進んでるんですよね。はいはい。ちなみにで、あどんとは、な会社に投資してるんですか？どんな会社に投資してるんですか？その会社名ですか？はいはい。レブキャピタルファンドしますか？なんですか？レブグループって言うんですけど。レブグループっていうところなんですか？いや、知ってます僕か？全然知らないです。ちょっと待ってもらっていいですか？はいはい。あ、もしもし、すいません。はいはいはい。で、なんですか、レブっていう会社があるんですよね。はいはい。調べたら分かるんですけど、まあ、結構その人叩かれてるんですよ。はいはいはい。で、僕が思ったのが、叩かれてても、なんか違うものあるんじゃないかなって思ったんですよ。ほう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 。なんで、直接会わないと分かんないところもあるんで、はい。もうその人に直接会いたいなと思って。はいはい。で、まあ、お会いできる機会がないかなって探してたんですけど、はいはい。全然なくて。はい。で、その人のいとこがいるんですよね。会社で働いてるんですけど、はい。その人に、インスタでつながって、はい。で、そこから仲良くしたところをお会いできたんですよ。はいはいはい。うで、話をした時に、ん。今こういうことをしてて、10社15社ぐらいですね、会社を持っていて。へえ。で、もうその人は、そうですね、31歳ぐらいですね、今。31歳ではい。何十億はいはい。もう稼いでらっしゃって。すごいですね、何十億って。なんか環境がいいんですよね。なんか、言ったら、その人がいろいろなんか僕に経験させてくれて、この前なんて、あれですね、ラスベガスの1泊300万のスイートルームの、スイートルームに招待されて、はいはい。で、僕はたまたま行けなかったんですけど、僕のパートナーが行って、はいはい。で、いろいろ経験させてもらったり、で、実際に、もうその人なんか結構、有名っていうか、
世にはお前はいはい有名なんですかその人あれラスベガスのあ、もしもしあ、もしもし、すいません大丈夫ですか、回線今マイクで切れちゃうあー、ほんと大丈夫ですか あ、大丈夫ですよ、全然、はい、え、その子、レブキャピタルファンドっていうところに投資してるんですかそうですね、会社ちなみに、あの、いくらぐらい65万ぐらいないんではいはいそれ以降だから僕は65万ぴったしでへそのレブキャピタルファンドっていうところはあの金の鉱山に投資してるところなんですかそうです金の鉱山金鉱山を持っているえ金の鉱山を持ってるんですか、ま、はい金鉱山を持っててはいはいその金鉱山まあ言ったら金を取るためにその金鉱山を、金鉱山から金を取るじゃないですかはいはいはい、はい、でその金をまあ言ったらいろんなか、そこに投資をした上で、金をどんどんあのその投資した人たちにこうビットコインとして渡していくっていうえな、な、なんですか金をはいあ金、まあ、金って言ってもなんかビットコインらしいんですけどビットコイン、はい、はいはいはいでそのビットコインとして、まあそう扱ってくれるっていう僕もなんか、うん、その今回僕がそれ知ったのが、うん、1週間2週間前なんですよはいはいなんでめちゃくちゃ内容を濃く知ってるわけじゃないですけど、はい、一応そのいろいろ招待させてもらいましたしはいその中で、まあ、めったにない機会だと思うんで僕は招待していただいて、はい、いろいろそこでの、まあ、信用度も、まあ、高まっていく中ではいまあ、別にこれから先別に僕がこれから先僕が別に65万以上稼げないかって言ったら別に稼げる額なんで別にいいかなと思って今回投資させていただいたんですよね、はい、すごいですねえちなみにそのレブキャピタルファンドが持ってる金鉱山ってどこの国にあるんですかそれラスベガス。あ、もしもし？あ、もしもし。あ、ラスベガスにあるんですか、金鉱山。はい。へえ、すごいな。どれぐらいの規模なんですか、そこって。今、2000人ですかね。従業員が2000人。はい。へえ、すごいですね。2000人、はい。もう結構でかいですね。でもなんか、だからこそ、はい、まあ叩かれたりはしてますいろいろへえそりゃ叩かれますよねはいうんでもその人はインスタとかツイッターとかやってないでちょっと僕すごい気になったのが、はい、なぜその現金を払ってるのに、はい、ビットコインで還元されるんですか僕なんかビットコインと金を言ったらそのなんですか金をそのまま、まあ、提供されたことで、まあ、あの人たちの、まあ、セミナーに行かせてもらったときに話していたんですけど、うんビットコインだといろいろ使えるじゃないですかいろんなところで今ビットコインだといろいろ使えるっていうのはあのビットコインを、まあ、自分で所有してたらそのビットコインで何かお買い物とかできるながらそこでその金をうん、言ったらその手元に渡すよりかはビットコインの方がいろいろさまざまなことに使えるっていうところをまあ言ってらっしゃったんですけど僕もなんか濃い内容そこのなんていうんですか言ったら金が、うん、どういうふうな形でなるのかっていうのがその今明確にしてなくてなんでそもそも金の方が使えるところ多くないですか、はい、だってはい金の方が使えるところ多くないですか金ってあれですよ。なんか、言ったら、
金イコールなんかビットコインっていう形で話してたんで、僕も金がそのまま所有できるか、それとも、まあ、ビットコインと金をつなげているのかどうかってところが今怪しいなんですよね。え、そもそもだって金の方がすぐ換金できるじゃないですか。まあそうっすね、金の方が、金ってあれですもんね、なんか貴金属店とかですぐお金に換えられるじゃないですか。ごもっともだと思います。すごい、僕そこに関してはちょっとまだ明確ではないっていうところがあるんですよね。ああそうなんですか。とりあえず僕も今探って探ってっていう形ですね。え、ちなみになんですけど、カイトさんはレブキャピタルに65万投資されたんでしたっけ。65万ですね。65万投資されて、え、配当とかってもらったんですか。配当は11月から配当がもらえるっていう。あ、11月から配当。え、ちなみにどれぐらい配当は。配当は、配当システムがいっぱいありまして。はいはい。それをお送りした方がいいですかね。ちょっと今あ、それ見たいです。ちょっとどれだっけな、今送ります。はい、ど素人だよな、騙されてるか、ど素人だよなこいつ。あ、今やつですね。はいはい、ありがとうございます。あ、これなんですね。こういう風になってます。え、うん、なんかこうタイトルボーナスっていうのちょっとよくわかんないんですけど。はいはいはい。タイトルボーナスに関しては、はいはい、まあ直商会の、まあ、人たちとかいろんな投資してくれる人たちがいるじゃないですか。まあ僕の知り合いとか。はいはい。たらこれの投資してくださってる方が、はい、トータルで、この金額まで来たら、ランクがアップしていくっていう。あ、でそれに対してのボーナスがこんぐらいもらえますよと。はい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 。がボーナスっていうところ。じゃあなんかこうたくさん紹介すればするほど、まあその配当が増えていくっていうことですね。まあ紹介その人にもよりますけど、はい、投資する金額が。え、この金持ちの方とかって1億とか投資する方もいるんで、はいはい、1億とかいる中で、はい、女の女性の方で、はい、1人だけ、2億5000万投資してくれ方がいらっしゃったらしくて、はいはい、多すぎて誰がどんぐらい規模が多すぎすぎて、はい、僕も誰がやったとかわかんないんですけど、はい、その女の女性の方が2億5000万投資してくださったらしくて、はいはい、それでその人一気に1億とか入ったらしいですよ。へえ、そのちなみにこの TH っていう THT っていう単位が僕ちょっと無知で分かんないんですけど、はいはい、はい、THT これ僕あんまり詳しく分かんないですけど、THT っていうなんかブロンズだと3万 THT って書いてるじゃないですか。はい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 、書いてあります。そう、 THT っていうのはこれ何の単位なんですか。これバイナリーシステムのやつ、ね、なんかいろいろ書いてありますね、全部に THT。 よくわかんないんですよそれ、こういう THT。 うん、あ、これ トークンってことですか。あ、トークンってことですかね。あー、これビットコインじゃないですね。ビットコインじゃない、全く別。バイ
ビットコインじゃなくて、ビットコインって仮想通貨じゃないですか。まあ、トークンも、まあ、いわゆるそのなんだろう、お金の代わりにこう、はいはい、まあ、お金の代わりにこうなる、まあ、ものではあるんですけど、はい、なんかブロックチェーン使ってるって言ってました。でもこれって現金化できなかったら、はいはいはい、意味がないじゃないですか。はいはいはい。だ要するにだから、カイトさんが65万投資しました、はい、で、そのこのレブキャピタルファンドっていうところは配当としてトークンをあげますよって、はいはい、トークンっていうのは、現金化するためには、はいはい、例えばそのですけど、まあ、はい、仮想通貨であればどっかの取引所に上場してみんなで売買したりとかしないと現金化したりとか、はいはい、それこそ他の仮想通貨に変えられないんですよ。はいはいはい。だから結局だから、カイトさんが65万投資してで毎回毎回 THT っていうトークンで配当をもらったとしてもそのトークン自体が紙くず、はいはい、ゴミくずになってしまう可能性であるんですよね。はいはいはい。あ、それは確かに言ってましたね。そこのリスクって説明されました？いや、そこリスクは言われてないですね。まだなんか、言った説明が、その、ESBI の話で、そこでの、まあ、価値観を、まあ、描かした上で、まあ、ざっくりますと。その中で、やっぱ今の時代、投資をした方が、これから先に、まあ、つながっていきますよ、みたいな。で、あと、じゃあラスベガスで今こう金鉱山で今発掘してますよって話ですけど、カイトさんは現地に行ってその現場を見られました？あ、なんかその現場見られる、僕、まあ、見てないですけど、現場見られる、みんな皆さん見たい方は全然見られるらしいです、一緒に。いや、カイトさん自身が現場に行って見ました？あ、僕はまだ見てないです。まだ見てないんですか？じゃあ実際にじゃあ金の発掘が行われてるかどうかっていうのは現状わからないですよね。あ、なんか動画で見せてはいただきましたけど、一応こうラスベガスって金鉱山の、はい、見学ツアーとかってあるんですよ、実は。はいはいはい。なんかその見学ツアーで行くらしいですね。いや、それは普通にまあどこでもまあ観光地としてやってるぐらいなんで。はい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 。まあ、もしかしたらその動画を撮ってきて、でこれ自社で発掘してるやつですみたいなことをやってる可能性でのありますよね。確かに可能性ありますね、それは。でもその規模でそんぐらいやるんですかね。僕が思うにですけど、その規模でっていうのは全然ありますよ。あ、全然その規模ありますし、はいはいはい、で僕がすごい気になったのは、まあ、まずその、はい、配当利回りっていくらになるんですか？何パーセントぐらいなんですか、そこは。配当利回りだったっけ。配当利回り、金額ですよね。だからじゃあ例えば100万円投資して、じゃあ、毎回配当としておいくらぐらいもらえるんですかっていう。普通に単純に何もこのタイトルボーナスとかなしで、そういう、紹介とかもなしだったら、4万とか言ってました。100万でじゃあ毎回4万ですよね。あ、65万で4万ってことは、じゃあ利回りがだいたいまあ 6% ぐらいですか。はい。なんかこれ 6% ってなんか輸入レベルボーナスみたいな。で、じゃあ他のいろんな人を紹介したりとかしてタイトルボーナスがつけばもっと上がるわけじゃないですか。はいはいはい。それって会社からしたらデメリットしかなくないですか、はい、そんだけ高い利回りって。だって普通にこういう投資案件でじゃあ利回り 6% とかだったら、いっぱいその銀行であったりとか、はいはい、それこそヘッジファンド、機関投資家、いっぱい参入してくると思いますよ。はいはい、わざわざ個人からお金を集めて、で、はいはい、やる必要ってないじゃないですか。はいはいはい。じゃあなんでそういうところから調達資金を調達しないで、個人からわざわざ資金調達をしてるかっていう理由って聞いたことありますか？うん、いや、ないですね。ないですか？はい。だって。
金って永久に掘り続けることができるわけではないじゃないですか。はいはいはい。例えばその他の会社とかであればずっと、はい、まあ、ビジネスを やり続ける、でそのビジネスが枯渇しない限りは利益が出てくるだろうし、その利益から投資家に向けて配当というのを出すことができると思うんですけど、金っていうのは、ね、15年から20年で確かに枯渇はするんですよ、はいはいはい、でも15年後20年後にその配当って保証されますかって話なんですよね。されないじゃないですか、はい、金だけのビジネスをやってるんだったら。そうですね。じゃあ今、カイトさんは投資をしてるっていうことなんですけど、15年後、はい、20年後にもじゃあ同じ利回りが保証されてるわけではないし、まあ、はいはい、金だけをやってるんであれば、まあ、枯渇はしますよね、はいはい、はいはいはい、っていうリスクもあるということ。いや、リスクというかこれ間違いないことじゃないですか。だって金を掘ることが投資であるんであれば、はい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 、そういうことじゃないですか。そうですね。そこなんかおかしいとは思いませんでした。いや、僕の中ではなんか、今回環境がまあ良すぎるっていうのもありまして、うん、でそこまでその金のことに対しての知識とかもなかったんで、うん、その中でまあその身近にいる存在でもあったんで、そこでのなんていうんですかね、うん、投資しかも65万だったらっていうのはちょっとあったんですよね。その65万っていう金額は誰からもらったんですか、それは。65万は僕、コンサル前やってたんですけど。何のコンサルしてたんですか。営業のコンサルやってて。大学生で。はい。大学生に営業のコンサルを頼むところがあるんですね。あ、いやいやいや、学生ビジネスとしてコンサルやってたんですよ。ほう。でそこでなんかフランチャイズとかってわかります？なんかフランチャイズ事業ってあって。どういうフランチャイズ事業ですか？例えばフランチャイズだったらコンビニとか飲食店とかめちゃめちゃ有名じゃないですか、はいはいはい、商品を、売るっていう会社だったんだけど、そこに学生ビジネスを取り入れて、学生ができるように、単価を上げた上で、一時加盟店としてやってもらうっていう形。アムウェイとかみたいな感じですか？あ、もうちょっと近いっすね。それじゃああれですよね、MLM みたいな感じ。あ、そうですそうです。あー、 MLM みたいな。 MLM ですね、あれは。でも、あ、そうなんだ。縦軸でまあ掘ってみたいな感じです。でも僕の中でもなんか基本的に、資金調達するところはまあそこだったんで、最初は、はいはい、アフィリエイトやって、そこからまあちょっとなんか習ってって他のところに聞き入ったりして、まあそこに、うん、まあついたみたいな。僕の予想ですけど、多分そこのレブキャピタルたる、まあ、レブキャピタルっていうところ、はい、多分まあ、2、3年以内には多分ないと思いますよ。ああ。飛んでると思いますよ。ずっと言われてるんですよね。レブはなんか飛ぶっていうふうに。いや、飛ぶでしょうね、だってね。ずっと言われてましたね。うん、でもなんか、ずっと言われ続けてる割にはずっとあるみたい。多分65万投資してますけど、多分そのお金返ってこないですよ。うん。まあ、僕もなんかそんな、あれだったんで、そこにおいてのなんかやってみないとわからないところもあったんで、でその中でセミナーとかでみんななんか聞きに行ったりして、そこでまあ細かい内容とか聞いたりしてて、で僕もそこで学びつつって感じだったんですよね。であとなんかその次に、はい、なんか FX のなんか案件とかも、ユナさんに勧めてましたよね。はいはいはい。FX の案件。はいはい、これちょっとなんか教えてください。 FX は単純にあれですね、FX は、月利さ、まあ 30%、 まあ保証されないですけど 30% から、はい、3% から 5% で、 3% から 5% で、だいたいそうですね、8% の時もあるらしいんですけど、まあそれは
そのトレーダーさん次第っていう形で、うん、それは どうやってやるんですか、その 3% からどういうロジックで。トレーダーさんがトレードしてくださってる口座に、僕たちも一緒にこあのそこに資金を投げてて、そのトレーダーさんがやってるそのトレードを僕たちにも多分同じように共有してやってくださってるんですよね。じゃああれですか、要するにあのシグナルトレードってことですか。そうです、そうです、そうです。だから要するにトレーダーの人が、シグナルを発信します、でその通りにこう売買してくださいっていうことですよね、はいはい、要するに。はいはいはい。ん、それっていうのはきちんと金融庁に登録してる会社ですか。あれ海外ですけど登録してる会社です。なんていう会社ですか、それは。ちょっと待ってください。ちょっと今切りますね。金融庁にこう登録、はいはい、してる業者じゃないとそれ法律違反になりますよ、はいはい、あ、なんかそれは大丈夫って言ってました。その名前ちょっと聞きますね今。カイトさんは自分で確かめたりとかしないんですか、そういうの。そうですね、僕もなんかそこら辺なんか別に投資案件に関してはそこまでなんか何ですか、信用は別にしてないんで、投げてどうなるかっていう形で、まあでも利益は出てるんで今のところは。でもカイトさんはあの人に勧めてるじゃないですか。はい。その時点で共犯だと思われる可能性ありますよ。ああ、いや今回なんかまあ松本にはなんですか、逆にそういうことしてたらまあ知りたいなと思って話をしたんですよね。でその時になんかなやってるんだったら内容教えてくれないと、教えてる時にそれだったら騙されちゃうよみたいな。いや普通に前提として考えて、はい、ね、じゃあ儲け話って来ると思います。だってそんな 3% から 5% の利回りね保証しますよみたいな話で、そんなのなんて分かってるんだったらあのわざわざ人からこうお金集めたりしないで自分でやっちゃえばいい話じゃないですか、そんな。あ、トレード、トレードなんて、まあ、僕実際あの株のトレードやってるんですけど、自分の手法をわざわざこう他人に公開しようなんか思わないです。だってわざわざ他人からお金集めて自分がやる意味ってないですもん。だってだったら自分のお金で自分の手法で増やした方がよっぽど自分にとって儲けるから、儲かるから。え、じゃあエフェクトのそういう人たちってなんで打てるんですか。だからお金を騙し取るためでしょ、それは。だからそういう、だから詐欺師みたいな人って最初の頃はちゃんとあの儲けさせてあげるんですよ。はいはい。でもそれから突如連絡が取れなくなったりとかバックれたりとかするんですよね。あ、例えばそれが人からお金集めてやってるファンドとか機関投資家であったりとかだったら分かるんですよ、投資信託とかのね、そうだったら分かるんですけどね。でもそういう業者とかではないわけじゃないですか。はいはい。あ、そう、はい、うん、
でも今回カイトさんはこうやってね、あの儲け話だって言って人にこう勧めてるわけじゃないですか。はいはいはい。そこって僕は責任結構重大だと思いますよ。ああ、なんでそんな人に勧めるんですか。あ、僕の中では勧めるっていうのはなんか今回その話したのは結局その僕がやってる今話したわけで、別になんかそれやらない、あれで、逆に僕が選びたかったのもあったんで。いや、今までだからこう僕があの言ってきた、あの今までね僕が話してきた方って皆さんそうおっしゃるんですよ。はいはいはい。でも何かしらこうカイトさんにとってあのまあプラスがあるからこそ話してるわけですよね。はいはいはい。例えば FX の案件とかだって、 FX のこう取引所ってまあ例えば一件紹介でで、はいはい、あの解説してもらったりとかするとアフィリエイト報酬が入ったりとかで、あとは取引ごとに手数料バックみたいなのがついたりするんですよ。でそういう目的とかもあったりとかするだろうし、結局まあ金の投資案件だってそうじゃないですか。カイトさんにとってプラスがあるからこう他人に勧めるんですよね。まあ別に勧めてない。いや皆さんそうおっしゃるんですよ、勧めてないっていうのは。でも結局じゃあ勧めた人間のまあそういうお金っていうのはカイトさんにも若干入るんですよ。そういうシステムなんですよ。はいはい。壊す。ってことは自然とだからそのカイトさんは利益を得るような形になるんですよね。はいはい、はい。進めてないっておっしゃりますけど。はいはいはい。だから悪意はなかったとしても結局そういう詐欺の片棒を担いでるっていうことになるんですけど、そこについてはどうお考えですか。まあ今回。いろいろ、まあ、話を伺ったってことは、僕もいろいろ、そういう、ですか、人にどういうことしてんのとか、まあ、聞いたりしてたんですけど、それに対して、まあ、言ったらそういう、なんていうんですか、思いをされてる、まあ、方っていうの、いう方もいるんだなと思いまして、今、そういう方が初めてだったんで、僕にとっては。うん、僕もなんかいろんな人に聞いたりして、いろんな人にこう、学びたいっていう気持ちがあったんで、うん、で、僕も、その稼いでてもまあそれたかが知れてるんで、うん、まあその中でまあいろんな方と僕も、うん、話していろいろと聞きたいなっていうのがあったんで、うん、で今回なんかなんか家だからは、興味は持ってる人がいるからみたいな話だったんで、うん、あ、興味持ってる人でも多分、松本のなもう今結構いろいろ知ってたんで、うん、知ってる方が変わる、LINE で繋いでいただけるんだなと思って今回そうです、ね、LINE もさせていただきましたし、僕もなんかいろいろ知りたいなと思って。僕ね、あの一つ言いますけど、大学生のうちにやめといた方がいいです、はっきり言うと。あのなんでかっていうと、あの今回の件で例えばこうカイトさんに紹介されてそういう詐欺案件捕まされましたっていう人がカイトさんのことを例えば詐欺罪とかで告訴してくる可能性だってあるし、でそうなると、カイトさん被疑者になってしまうかもしれないんですよ。でそれこそ自分の人生台無しにしてしまう可能性もある。で、あとはあの民事的にそれこそ責任を負う可能性だってある、金銭的なね。で、もちろんだからそういう詐欺集団からバックとして入ったお金は微々たるものかもしれないけど、その人がこう騙された全額のお金を払わなきゃいけなくなる可能性あるんですよ。はいはい。だからこうリスクがあるからこそやめた方がいいっていうことを今回僕はカイドさんに言いたいです。はいはいはい、はい、学んだりするのもやめた方がいいですかね、そういうのって。やっぱりいや、学んだりというか、ご自身がやられるのは自由ですけど、そういう投資っていうのを人に勧めるっていうのはそれだけこうリスクがあることなんでやめといた方がいいですよって話です。はいはいはい、はい、すごく勉強になります。なんでちょっと最後こう説教臭くなりましたけどね、
せっかく大学生なんだから、これからあるんだから、はい、うん、あのそんなね詐欺師みたいなやつから学ぶんだったら自分で、はい、株とかやった方がよっぽど学べる、株やった方が学べるぞ自分で。ああ自分ですか。うん、分かった、分かりました。なあ、あの自分で株やりな、あの SBI 証券とか、あの、はい、今 DMM 株証券、楽天証券、はい、松井証券、 SMBC 日興証券、はいはいはい、野村と台場はやめといた方がいいけど、まあ、SBI とかでもあの口座開設して GMO クリックでもいいよ、まあ、使いやすいのは SBI かな、はいはいはい、で証券口座開設して自分で株取引をしてビジネスを学んだ方がよっぽど勉強になるから、はいはいはい、そんなねなんかね、よくわかんねえようなビジネスをやるぐらいだ、ビジネスに投資するぐらいだったら上場企業なんて全部オープンにしてるんだから、投資家に対しては、はいはい、だからそういうね、あの全部オープンにしてる情報を元にして投資した方がよっぽど勉強になる、就活にも役立つからちゃんと、はいはい、ね、うん、分かった、分かりました、うん、じゃあこれからはあの人に紹介したりとかするのをやめなさいよ、はいはい、じゃあな、ありがとうございます、はい、うん。